20秒検証。クワイエットちゃんのユニフォームの一つ、こちらのブラッドスーツですが、血まみれの少々グロテスクな見た目になります。では一体どういった効果があるのでしょうか。検証しましょう。まずは普通に出撃すると、いつものクワイエットちゃんです。では敵兵士と対面させると、いつも通り逃げちゃいました。結果から判断すると、何の効果もない。20秒検証。リフレックスモードの時間を検証してくださいというリクエストをいただきましたので検証しましょう。というわけでスネークさん、ガンマンスキル持ち兵士、一般無能兵士の3人で比較すると、どうやらスネークさんとガンマンスキル持ち兵士が圧倒的に有利みたいです。ちなみにガンマンといえばオセロットさんはくっそ短い。リフレクション。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するこちらのレーションですが、焼き加減によって回復量が増減するらしいので検証していきましょう。まずは通常のレーション、それなりの回復量です。続いて生焼けはあまり回復しません。ではこんがりレーションはライフを大きく回復しました。最後に焦げレーションはまずすぎる。20秒検証。メタルギアソリッド4で登場したこちらのストーキングミッションでレジスタンスを殺害するとどうなるのでしょうか。検証していきましょう。というわけで申し訳ありませんが殺害させていただきます。さすがにゲームオーバーかなーと思いきやミッションは続くみたいです。そしてしばらくするとレジスタンスが再び現れました。ではこちらも殺害するとまた同じやつが来た。20秒検証。いろんなキャラにジェスチャーの投げキッスをするとどうなるのか検証していきましょう。まずは日の江姉様、どうやら結構好評みたいです。続いてミノトちゃんはあまり好評ではないみたいです。ではフィオレーネさんはまんざらでもないようですね。では一応佐藤サフゲンさんは、あ、すいません、そっちの趣味はないです。20秒減少。エピソード15に登場するこちらのウォーカーギアですが、支援爆撃を行えば簡単に排除できるらしいので検証していきましょう。完全ステルスの赤道のウォーカーギアはかなり苦戦した記憶がありますが、なんと簡単に撃破することができました。完全ステルスも難なくクリアすることが可能です。しかしまあ S ランクは取れません。20秒検証。歴代メタルギアソリッドシリーズのレーションを比較検証していきたいと思います。まずは初代メタルギアソリッド、ライフが回復しました。次にメタルギアソリッド2、こちらもライフが回復しました。続いてメタルギアソリッド3はスタミナが回復しました。あまり美味しくはなさそうです。最後にメタルギアソリッド4はライフが回復しました。20秒検証。見た目が最強なこちらのライデンスーツですが、入手難易度に見合った強力な効果があるみたいなので検証しましょう。まずは通常のダッシュ速度を見てみると、移動速度が劇的に速くなっています。また敵兵士にぶつかった際は相手を吹き飛ばす効果があるみたいです。さらに防御力もバトルドレス以上なので、そんなことはないみたいです。20秒検証。特定のモンスターが繰り出してくる必殺の大技をガードすることはできるのでしょうか。検証しましょう。まずは駆使閣僚のバルファルクさんの襲撃はこちら残念ながらガードできないみたいです。続いてナルハタタ姫の超範囲攻撃はこちらもガードできないみたいです。では最後にガイアデルムのキュリアビームは全部ガードできねえ。20秒検証。エピソード1で登場するこちらのスカルズさんですが、ランディングゾーンを変更すると出現しないらしいので検証しましょう。決して未来が見えるわけではありませんが、なんだか霧が発生して襲われる気がするので、なんとなくランディングゾーンを変更すると見事無事に帰還することができました。ちなみに初回にランディングゾーンを変更することはできないみたいです。意味ねえじゃん。平和平和。FOB イベントで入手可能なこちらのダークマター生成器ですが、使用するとダークマターが出現し敵にダメージを与えられるみたいなので検証していきましょう。そもそもダークマターとは何ぞやという感じですが、見事ダークマターが出現しました。未知のエネルギーですし、さぞ威力が高いのでしょう。弱くね。20秒検証。ベノム君愛用のこちらの義手ですが、種類によって様々な効果があるみたいなので検証しましょう。まずはスターアーム、電撃をチャージすることで敵に雷を落とすことができました。続いてロケットアーム、義手を飛ばして攻撃することができました。最後にハンドオブジェフティはロックオンした敵を近くに引き寄せることができました。はいだろイエス。20秒検証。 OKB0 で待ち構えているこちらの第3の子供ですが、攻撃してみるとどうなるのでしょうか。検証しましょう。まずは普通に銃で撃ってみると、シールドに阻まれて攻撃が通りませんでした。では燃える男撃破時に使用した段ボールを落とす方法ならば、第3の子供にダメージを与えることができるのではないでしょうか。対策されてる。2スナイパーライフルの一種であるこちらのサーバルちゃんですが、最強スナイパーとの呼び声が高いみたいなので検証していきましょう。まずは対人性能、重武装の兵士も撃破することができました。続いて対車両性能は装甲車も簡単に撃破することができました。サプレッサーもついていて連射も効くため、冗談抜きで最強スナイパーです。
20秒減少。FOB イベントで入手可能なこちらのアームズマテリアル α114 ライオットピストルですが、特殊な弾薬を用いた減音麻酔銃みたいなので検証しましょう。というわけで敵さんに向かって発射すると、なんと着弾時に麻酔ガスを散布することができました。これならば重武装の敵も一撃で眠らせることができます。ただ初期弾数が8発しかない。20秒検証。FOB イベントで入手可能なこちらのエナジーボールですが、使用中はあらゆるダメージを無効化できるみたいなので検証しましょう。というわけで実際に FOB ミッションで使用すると、なんと銃弾や麻酔ガスを無効化することができました。使用回数に限りはありますが強力なアイテムですね。ちなみにチーターさんはこれを無限に使ってきます。20秒検証。メタルギアソリッド3では土の子を捕まえることができるみたいなので検証しましょう。というわけで目撃情報をもとにソクロビエノと南部でネズミ捕りを仕掛けると、なんと土の子をキャプチャーすることができました。ちなみにこの後にパラメディックさんに無線をすると面白い会話が聞けるので、ぜひお試しください。絶対コメ欄で知ってるって言われる。いただきます。前回キャプチャーしたこちらのツチノコですが、食べるとどんな味がするのでしょうか、検証しましょう。というわけでせっかく捕まえたツチノコですが、お腹が減ったので食べてしまいましょう。いただきます。どうやらかなり美味しいみたいです。そういえばゼロ少佐からは食べるなと釘を刺されていた気がしますが、まあ二人とも仲がいいので今後喧嘩や対立することはないでしょう。20秒減少。ペンタゼミン、ノクトシアニン、アクセラミンの3つのお薬ですが、それぞれどんな味効果があるのでしょうか、検証しましょう。まずはペンタゼミン、リラックス効果で手ぶれが抑制されました。続いてノクトシアニン、マーキングなしで敵が見えるようになりました。最後にアクセラミン、リフレックスモードを誘発することができました。安全性とか大丈夫かこれ。20秒検証。チート兵士が持っているこちらの義手の運動性能3ですが、どういった効果があるのでしょうか、検証しましょう。まずはダッシュ速度、なんとアスリート兵士並みの足の速さです。またリフレックスモードの時間もガンマン兵士並みの長さです。チーターの FOB で見つけた際はぜひともフルトン回収しましょう。で義手はどこ。20秒検証。一度に表示できる敵兵士の数には限界があるみたいなので検証していきましょう。というわけで敵兵士を無力化して1箇所に運んできました。画面内に全員を捉えると12人までしか表示されないみたいです。残念ながら100人連続 CQC みたいなことはできません。ならば次回12人連続 CQC はできるのか。20秒 CQC。前回の検証で一度に表示できる敵兵士は12人が限界ということが分かりました。ではこの12人全員に連続 CQC を繰り出すことはできるのでしょうか、検証しましょう。というわけでタイミングよく CQC を繰り出していくと、どうやら4人が限界みたいです。一応ベノム君でも試したところ、やっぱり4人が限界みたいです。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するこちらの小島監督でピースウォーカー回を撃破することはできるのでしょうか、検証しましょう。おそらく最重要人物ですが、戦わせてしまっていいのでしょうか。何はともあれ5時間ほど挑戦し続けたところ、ピースウォーカー回を撃破することができました。戦闘向けの性能じゃないんよ。20秒検証。超優秀なスーツのサイボーグ忍者スーツとライデンスーツですが、どちらがより優れているのでしょうか、検証しましょう。まずは速度、こちらはライデンスーツに軍配が上がりそうです。続いて入手難易度はサイボーグ忍者スーツの方が入手しやすいです。では最後に肝心な見た目はライデンスーツかな。検証20秒。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するこちらのプーヤンミッションですが、バルーンに吊るされた兵士を撃ち落とす不思議なミッションらしいので検証しましょう。というわけでミッションを始めると、アーケードゲームプーヤンの音楽が流れました。原作に忠実ないいオマージュですね。ちなみに撃ち落とされた兵士の安否はあまり考えたくありませんね。通販で20秒検証。 BB 部隊撃破後に出現するこちらの白い空間で美味しい通販生活を流すとどうなるのか、検証していきましょう。というわけで美味しい通販生活を再生するとリズムに合わせて踊ってくれるみたいです。またカメラを向けるとセクシーポーズもしてくれるみたいです。しかし調子に乗って撮影しまくるとアルバムが大変なことに。20秒検証。ジエンド戦でコナミコマンドを使用すると敵の位置がマップに表示されるみたいなので検証しましょう。というわけでマップを開いて上上下下左右左右四角三角を入力するとジエンドさんの位置が表示されました。ちなみにこのコマンドはエヴァさんを尋問して聞くこともできます。他にも3サイズを教えてくれるので必ずメモしましょう。20秒減少。ダイヤモンドドックスのマスコットことこちらの DD ですが、潜入の際に活躍する優秀なワンちゃんみたいなので検証しましょう。まずは優れた嗅覚で敵の位置をマークしてくれました。さらに敵兵士を無力化してフルトン回収もしてくれます。ベノム君の相棒で可愛くてとっても優秀なワンちゃんですね。いや犬じゃなくて狼じゃね。
20秒検証。メタルギアサバイブにはバッドエンドが存在するみたいなので検証しましょう。というわけで最終決戦前のマザーベース頂上から現世へ帰還すると、なんとバッドエンドを見ることができました。ちなみにこのバッドエンドはメタルギアソリッド5のサイドオプス惨劇の生存者につながります。ウマスクはどうした？にずずずずず。量産型クワイエットことこちらの女スカルズ部隊ですが、同じスカルズスーツのアーマーを使用すれば簡単に突破できるのではないでしょうか。検証していきましょう。というわけで実際に撃たれてみるとノーダメージで耐えることができました。これならばコードトーカーさんも安心して回収できますね。おじいちゃん、無償受け無病受に。以前からお世話になっているこちらのパラサイトスーツアーマー型ですが、使用した際にめちゃくちゃ防御力が上がる強力なアイテムです。では逆にこの防御を貫けるものがあるのでしょうか。検証していきましょう。まずは戦車の砲弾、余裕で耐えれます。続いてサヘラントロプさんのレールガンも全然余裕ですね。まさしく鉄壁の防御力です。20秒検証。以前パラサイトスーツのアーマー型を紹介した際に鉄壁の防御を貫けるものを募集したところ、コメントで様々な意見をいただきましたので追加検証しましょう。まずはクワコの狙撃、難なく耐えられました。しかし落下ダメージはこちらも耐えられるみたいです。最後に燃える男の抱きつきは生理的に無理。20秒検証やで。スーツや車両などでゴールド塗装を4つ以上装備してミッションに出撃するとスネークさんが関西弁で喋るみたいなので、ほな検証していきましょうか。というわけで全身ゴールドで出撃するとスネークさんの関西弁を聞くことができました。何種類かパターンがあるみたいなので全種類聞けたらラッキーですね。なお性能は20秒検証。メルゼラ装備に搭載されているこちらの血気ですが、 V 破壊された箇所を攻撃すると自分の体力を回復する効果があるみたいなので検証していきましょう。というわけで実際に攻撃してみるとそれなりに体力を回復しました。武器によって回復量に差はなく、また体力回復アップの影響を受けるため破壊王などと組み合わせればかなり便利な生存スキルですね。20秒検証。ガード性能とガード強化の違いを検証しましょう。まずガード性能は攻撃の威力を軽減しスタミナの消費を抑える効果があります。続いてガード強化は通常ではガードできない攻撃もガードできるようになるみたいです。ガード系の武器を使う方はしっかり覚えておきましょう。たまにどっちがどっちかわからんくなる。20秒検証。グレード1のハンドガンだけでスカルズを撃破できるのかは検証しましょう。というわけでアーマードスカルズさんと戦っていきます。といってもほとんどダメージを与えられないのでカウンター CQC を利用しましょう。ハンドガンだけという縛りに抵触しそうですが、やらなきゃこっちがやられる。その後30分ほど戦ったところを4体全員撃破することができました。バズーカ使おう。20秒検証。便利スキルの一つ、こちらの強王ですが、最大までステータスを上昇させるには何分かかるのか検証していきましょう。というわけでクエストに出発してしばらく待つと人玉取りが寄ってきました。では最大になるまで放置すると35分ほどかかりました。ですのでマルチプレイでも35分間放置すれば生存率も大幅にアップしますね。20秒検証。ヘリコプターから降りずにミッションをクリアすることはできるのでしょうか。検証していきましょう。というわけでエピソード3スペツナズの英雄で敵地のど真ん中に降下します。ターゲットが現れた瞬間に機銃で攻撃するとターゲットを排除することができました。地上に降りることなくミッションクリアですね。これ俺じゃなくてもよくね。20秒検証。監視カメラの数が異常に多いこちらのチーター FOB ですが、中の様子はどうなっているのでしょうか。検証していきましょう。チャフグレネードが欲しい気持ちを噛み殺していざ出撃です。これだけカメラが多いと維持費で GMP の半分ぐらい持っていかれそうですが、内部の状況がとても楽しみです。フリーズした。気絶と睡眠の時間はどちらが長いのでしょうか。検証していきましょう。というわけでスタン属性の銃と麻酔銃を使って無力化したところ、どうやら麻酔銃の睡眠時間の方が若干長いみたいです。しかし首絞めでの気絶時間はさらに長いみたいです。敵兵士を長時間無力化させたい場合は首絞めを使いましょう。生きてるだけすごいと思う。20秒検証。スナイパーライフルは何メートル先まで狙撃できるのか検証していきましょう。というわけでまずは200メートル、しっかりと命中しています。続いて300メートルはどうやらデコイが描写されなくなるみたいです。そこで敵兵士さんを立たせてみたところ、350メートルまでは命中することが分かりました。ちなみにショットガンはダメだこりゃ。20秒検証。エピソード4通信網破壊指令を一度クリアした後にすぐに再挑戦すると一瞬でクリアできるみたいなので検証していきたいと思います。というわけで一度通信設備を全部ぶっ壊してミッションクリア。では再挑戦するとなんと何もせずにクリアすることができました。無駄足やん。
20秒現象。絶体絶命のこちらのスカルフェイスさんですが、ムービー中に撃たないとどうなるのでしょうか。検証しましょう。放置症状ならぬ放置ドクロでしばらく様子を見ます。するとカズさんが勝手に撃ってしまいました。若干ムービーが変わりましたが、ストーリー的には影響はないみたい。敵を撃った。空気読めや。ににサヘラントロープさんとの初回の戦闘時に撃破することはできるのでしょうか。検証していきましょう。背中の弱点に向かってバズーカを乱射すると、撃破とまではいきませんでしたが、完全に動きを停止させることができました。あとは楽勝ですね。ではヒューイさんを連れてマザーベースに帰還しましょう。めっちゃ元気じゃん。20秒検証。前回サヘラントルプさんを停止させることには成功しましたが、その後脱出する際に撃墜されてしまいました。ではこのリフレックス時にガトリング砲以外で対処することはできるのでしょうか。検証しましょう。まずアサルトライフルで応戦しますが、ダメでした。では高火力のバズーカなら撃退することができました。普通にガトリング使おう。ぬぬぬぬ。サプレッサーは小中大の耐久力で分類されていますが、それぞれ何発撃つと壊れてしまうのでしょうか。検証しましょう。まずは小と中、それぞれ15発と30発で効果がなくなりました。では大は45発かなと予想できますが、なんと60発分の消音効果があるみたいです。中と大でかなり差がある結果でした。20秒現象。格闘モーションのキックは車両を破壊することができるらしいので検証しきましょう。というわけで車両を蹴り続けてみます。なんだかストリートファイターのボーナスステージを思い出しますが、しばらくすると車両から黒い煙が出始めました。その後もしばらく蹴り続けると車両を完全に破壊することができました。ならサヘラントループさんもキックで倒せるのではない。20秒よ。以前キックだけで車両を破壊しましたが、コメント欄で戦車も壊せるのか気になるという意見が多く寄せられましたので検証しましょう。というわけで OKB0 にある戦車を蹴り続けてみます。素手で戦車に殴りかかるのはなんだか緑の化け物を連想しますが、その後30分ほどで破壊できました。実戦じゃ使えん。スネークイーダー作戦に連れていきたいバディランキング1位のクワイエトちゃんですが、単独でミッションをクリアすることはできるのでしょうか。検証していきましょう。というわけでエピソード3スペツナズの英雄で狙撃命令をすると、ターゲットを排除してくれました。狙撃支援をしつつ単独でミッションもクリアできる優秀な相棒ですね。何より可愛い。20秒検証。クワイエトちゃんの宴会芸、こちらのグレネード弾きですが、あまり使わない残念な機能です。ではどんな時に使うのがベストなのでしょうか。検証してきましょう。例えばグレネードを間違えて投げてしまった時に地面に着地する前に爆発することで被害を抑えることができます。使い方によっては便利かもしれませんね。まあ使わないんだけどね。ジャキンジャキンジャキン。メタルギアシリーズ最強武器と戦い、こちらのフォックスブレードですが、一体どんな性能なのでしょうか。検証しましょう。というわけで敵と戦ってみたところ、なんと一定確率で敵を装甲ごと切断できるみたいです。つまり一定確率でこちらの攻撃が即死攻撃になります。さらにこの武器ならばアームストロングさんも余裕で倒せるのでは。あ、使えないんだった。以前メタルギアソリッド3でツチノコを捕獲した際に、メタルギアソリッド5にもツチノコが生息しているという報告をいただきましたので検証していきましょう。目撃情報をもとにアンゴラマップのこの位置でキャプチャーゲージを仕掛けます。幻の生物ですし、かなりレアなはずです。根気強く挑戦していきます。捕まえました。しかも8匹。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーで限界を超えてフルトン回収すると、何やらマザーベースが大変なことになるみたいなので検証しましょう。というわけでいろいろなミッションで人員を回収していきます。すると、なんとマザーベースで人が溢れ返っているみたいです。収容人数の超過には気をつけましょう。ちょっとエヴァっぽい。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するこちらのガンズ&ジャングル迷彩ですが、銃の性能が上がる効果があるみたいなので検証していきましょう。はじめにダメージ量は変わりませんでした。続いて発射速度はこちらも変わりませんでした。最後に反動は若干少なくなった気がします。あんまりわかんね。20秒検証。メタルギアソリッド3のザ・ボス戦で特殊なヘビをキャプチャーできるらしいので検証していきましょう。というわけでマップを捜索すると、なんとソリッド、リキッド、ソリダスの3匹のヘビが生息していました。今後ヘビと呼ばれる恐るべき子供たちの名前を冠した面白い隠し要素ですね。ちなみに味はうますぎる。ヘイ、20秒検証。メタルギアソリッド3に登場するこちらのエヴァさんですが、怪我の履歴に面白いものがあるみたいなので検証しましょう。というわけで過去に遡っていくと、どうやら金縛りにあっていたみたいです。
また自慢の胸は豊胸手術によるものでした。残念な反面ぺちゃんこライバさんも見てみたいですね。ちなみに食事の履歴では、ツチノコ食べてる、ワンワン。ダイヤモンドドックスのマスコット的存在こちらの DD ですが、雨の中でも匂いを嗅ぎ分けることはできるのでしょうか。検証しましょう。雨が降ると匂いが消えてしまうという漫画ではお決まりの展開ですが、しっかり嗅ぎ分けることができました。砂嵐でも問題ないみたいなので、最高に優秀なワンちゃんですね。やっぱり狼じゃね。20秒検証。傷を負った後の血まみれの状態はどのようなデバフがあるのでしょうか。検証しましょう。はじめにカムフラ率は大して変わりませんでした。続いてリフレックスの時間もこちらも変わりませんでした。絶対に何かしらのデバフがあると思うのですが、結果だけを見るとあまり差はないようです。絶対におかしい。20秒検証じゃ。ジ・エンド戦でゲームを終了して7日間経過すると絶対に勝つことができるみたいなので検証していきましょう。というわけで戦闘開始後即ゲームを終了して1週間放置すると、なんと戦うことなく勝利することができました。ちなみに7日間待たなかった場合はめちゃくちゃ戻されます。20秒検証。ライデンスーツとアスリートスキルは重複して移動速度が上昇するかどうか検証しましょう。アスリート兵士と一般無能兵士で移動速度を比較していきます。未来テクノロジーとはいえ相応の運動能力所持者が使用することで進化を発揮するはずです。しかし結果は重複しませんでした。つまり中身がライデンでもそこら辺のおっさんでも同じ性能ということです。20秒検証。チート兵士が所持しているこちらの義手の精密動作3のスキルですが、武器の扱いが向上する効果があるみたいなので検証しましょう。まずはリロード速度、かなり素早くなっています。続いて構え速度も向上していますね。以前紹介した義手の運動性能と同様に効果が発揮されているみたいです。ちなみにもう1種類ある。20秒検証。以前義手の運動性能と精密動作の2つのチートスキルを検証しましたが、最後にもう1種類ありましたので追加検証していきましょう。最後の1つは義手の医療機能です。なんとダメージへの耐性が向上し、薬効植物の採取量を上昇させる効果がありました。3種類全て非常に優秀ですね。どう見ても義手しとらん。ため取りすぎて疲れた。スネークさん愛用ロケットパンチの最大ヒット数を検証していきましょう。というわけで敵さんを並べて先頭の人めがけて発射すると、なんと表示限界の12人全員に直撃させることができました。理論上は見える範囲の敵全員をスタンさせることができますね。ちなみに自分に向けて飛ばすと、フレンドリーファイヤー。20秒検証です。以前グレネード弾きを検証した際にヘリコプターに投げて指示すれば簡単に撃墜できるというアドバイスをいただきましたので検証しましょう。エピソード21灼熱の空港で戦闘ヘリに向けてグレネード弾きを指示すると、なんと簡単に撃墜することができました。おしゃれでテクニカルな技ですね。バズガでよくね。20秒検証。エアーマンの竜巻相手にタイム連打は有効かどうか検証しましょう。絶妙に難しいステージをクリアして竜巻相手に使用すると、避けるタイミングがつかみにくく逆効果でした。しかし落下速度が若干変化するので、ある意味避けやすくもなります。これならばエアーマンも撃破できる。20秒検証。ヒューイさんを救出するこちらのミッションで陸路で脱出するとどうなるのでしょうか。検証しましょう。というわけで重い荷物を背負ってエリア外に移動します。すると、と散々なことを言われます。ちなみにその後ヒューイさんはどっか行きやがった。20秒検証。サイラントループさんを事前に無力化して C4 を貼り付けておけば、飛びかかってきた時に起爆して簡単に対処できるのではという妙案をいただきましたので検証しましょう。動けないサイラントループさんに C4 を設置していきます。では離脱する際に起爆すると、簡単に対処することができました。思った以上にうまくいってビビってます。質問来てた。緊急回避と捕服状態でのローリングはどちらが早いかという質問が来ていましたので検証しましょう。マザーベースの連絡橋を約 200m 移動して速度を比較していきましょう。地面は舗装されているので相当痛そうですが、どうやら緊急回避の方が早いみたいです。肘とか絶対痛そうこれ。20秒検証。優秀なパイロットピーコード君を呼んでおいて放置するとどうなるのでしょうか。検証しましょう。まずは近くに呼び寄せて放置すると1日以上待機してくれました。続いて遠くに呼んで放置するとすぐに帰ってしまいました。どうやらプレイヤーが近くにいると待っていてくれるみたいです。ツンデレかな。
My name is 20秒検証。 D ウォーカーの迎撃モードだけで装甲部隊を排除できるのか検証しましょう。道のど真ん中に D ウォーカーを配備して様子を伺います。すると残念ながら破壊されてしまいました。どうやら AI の性能が低く敵を見逃してしまうみたいです。どこかに AI に詳しい人は。やっぱヒューイ先輩。20秒検証。メタルギアソリッド2のタンカー編にてオタコに新型メタルギアの写真を送るイベントで変な写真を送るとどうなるのでしょうか検証しましょう。というわけでいろんな写真を撮影して送りつけてみると、なんとも面白い反応が見れました。ちなみに筋肉もりもりマッチョマンの写真だと、そういう趣味があったんだ。いや、そっちの趣味はないです。